ようこそ。あなたが来るのをずっとお待ちしていました。これを聞くだけで、あなたの人生は勝手に良くなっていく。そんな魔法を仕掛けています。寝ながら気楽に聞いてください。そのまま寝落ちしても魔法はかかります。ギターはミュージシャンのユウさんで、月のテンポ BPM116 のリズムのギターで、人間の生体リズムと同じで体内時計も整います。また DNA を修復すると言われるソルフェジオ周波数を取り入れて弾いています。時間は33分33秒。3は満たされ、発展拡大していくナンバーです。では始まります。今ここは小さな島で、夜空を眺めながら月のエネルギーを浴びる月光浴をしています。風が心地よく吹いています。これを聞くことで、これから毎日あらゆる面であなたの人生は一層良くなっていきます。聞くだけであなたの心も体も人生も毎日毎日あらゆる面でますます良くなっていきます。ここはギリシャでは牛乳の川と言われ、フィンランドでは鳥の小道と言われ、南アフリカでは夜のバックボーンと言われたミルキーウェイ、天の川銀河です。あなたは100年の夏休みをとってこの銀河に遊びに来たんです。思い出したかな。ようこそ天の川銀河へ。今あなたのもとに月のエネルギーが降り注いでいます。その光とこうしてあなたの細胞一つ一つが光り出していきます。僕らは銀河鉄道を旅する永遠の旅人。ここで少し宮沢賢治の銀河鉄道の夜の一節を送ります。カンパネルラ、また僕たち二人っきりになったね。どこまでもどこまでも一緒に行こう。僕はもうあのサソリのように、本当にみんなの幸せのためならば僕の体なんか百遍焼いても構わない。さあ、切符をしっかり持っておいで。天の川の中でたった一つの本当のその切符を決してお前はなくしてはいけない。こいつはもう本当の天井へさえ行ける切符だ。天井どころじゃない、どこでも勝手に歩ける通行券。真の幸福に至るのであれば、それまでの悲しみはエピソードに過ぎない。銀河ってみんなの思い出でできてるんだ。夜空にまばゆく光る星々たちは一つ一つが思い出なんだ。いい思い出をいっぱい作って銀河を光らせてきてね。旅にやらなくてはいけないことなんか何一つないんだよ。僕らは本当は自由なんだ。何をしたっていい。そのことを思い出す魔法を教えるね。今ある息を全部吐き出してみればいいんです。すると命が輝き出し、徐々に徐々に思い出します。吐き切れば仕事の流れもお金の流れも全ての巡りが良くなり、わだかまりはブラックホールに吸い込まれるかのように消えていきます。やることは一つ、吐く息とともに余分な力を解き放つ。
やってみましょう。はあ。息を吐き切ったら勝手に宇宙は巡り出します。今ある空気を、息を吐き切ってみましょう。はあ。吐く息とともに、あらゆる面であなたの体と人生はますます良くなっていきます。今度は一緒に10秒かけて吐いていきましょう。まずは呼吸を整えていきましょう。では大きく吸って、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、吐き切ると命が動き出します。今度は一緒に11秒かけて吐いていきましょう。また呼吸を整えてください。では大きく吸って、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、今あなたの体の中の空気がすべて入れ替わりました。これで新しいあなたです。ここからはあなたのペースでゆったり呼吸を味わってください。頭のてっぺんから足の先まで細胞一つ一つが純金に輝いていきます。あなたは今黄金の光に包まれています。あらゆる面であなたの体と人生はます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 良くなっていきます。宇宙は想像を超えることをあなたに起こしてくれるよ。あなたは今黄金の卵に包まれ、まばゆいばかりに光っています。月があなたを優しく見守ってくれています。
Thank you.
。